出してるこゾンビでございます。刻んでいこうぜ。よしきでございます。3日分の記憶なくしよう。本日の動画なんですけれども練習動画イエーイ。本日ね結構寒いですよ。だいぶねまた寒い時期が続くというはいところで、まあ、シーズンインしてる選手もめっちゃ多いんですけれども、うんうん、でもやっぱり短距離選手も量は絶対落としちゃいけないということで、うん、寒いけど動けないって時にはやっぱりちょっとペースを落としてでレストを短めにして量を踏むという感じの練習は狙いになってるんですけど3212セットおお、まあ、設定タイムまず発表すると4528で100最後はしっかりホーム意識をしてああなるほどねまあ13が14ぐらいかなイメージいつもの普通の321なんですが今日ここの競技場なんと 300m トラックそうですねちょっといつもとは感覚が違くなるとペース崩れちゃいました、うん、今のメニュー聞いてるしさ楽勝そういやなんかそうだねまあ俺でもまあできるかなぐらいいやいやでそうだな俺もちょうどいい練習にはなりそうっては思いました普通に考えてみてさ去年さ、ヨシキさんさ45切りでさあれはね、5分レースとかな5分レース5分ぐらい、5分ぐらいやってたもんねうんうん俺できないからあ、できないんだあれ寒い日は、やっぱりこう速さを引き出すっていうよりかはフォームを意識することはいはいそして、肺にこさせるボリュームをこなすっていうところが大事なので与えられたメニューをそのままやるんじゃなくて気候とか体の条件によって変えていくという5度5度え、5度、それ、でん出る出る5度ってどんぐらいか分かる冷蔵庫の中だよそんな目で見んなよよしきの顔見せたいわ見るいやダメダメそんな目で見てる分かるこれ鼻水映る映んないよかったダッシュで行こうぜ45秒ペースまあしっかりうんしっかり踏めてますね状態もぶれてなくていいと思いますここから3分レストですね感覚どうだったか聞いてみましょうどうですか状態はぶれずに最後までピッチ落とさずにいったんじゃないかなみたいな44秒7で結構そうなるか次の200楽なんじゃないかなあはいはい今のちょっと体温まってそうそうそう、うん、あと何分あと何分あと2分2分1分10秒そうそうスタート位置にはいはいはいさあ次200設定28秒セットハト多いハトが多いなさあさあさあおー、なんか煽られてんの。煽られてんぞ、ガキに。ちょっときついもしかして、シュウヘイさん。肩上がってるな。まあ、きついけど、なんか昔きつくなってからのあの、崩れる感じはなくなったよね。シュウヘイさん。ああ、いいね、いいね。ちょっと待って。いや、めちゃめちゃ煽られてて。めちゃめちゃ、あの、追われてた。ちなみにちなみにあいつですロングジャンパー着てるそうロングジャンパー着てるやつめちゃめちゃシンプルにおもろい公園なんで仕方ないですけど陸上競技でやりましょうそうねここは公園だからありなんですけどよかったな相手が俺で27秒そうだね結構やっぱ余裕うんあ余裕だった顔に出やすいんですよ僕うん傷そうだなと思ったけどでもフォームはまとめれてるみたいな大事よこういう寒い日はこれが大事よそうだねいいじゃんダッシュで行こうぜ13秒にああいいねいいねやってみるなんてえ、ね、俺がやるってことよくやってみな、ね、
何その佐藤氏か視聴者のよしき走ってるの見てって言ったから本当に楽勝なのか。3月毎日投稿始まりましたけど、ちょっと僕の練習自体はちょっとまだ始まってないというか、2ヶ月休んじゃってる感あるんで、こういう展開になるとは思わなかったんで大口叩きましたけど、分かった3日やるんで設定落としリカバリーをなくす、マジで。あーなるほど。だから348ね、うん、でリカバリー1分ジョギングで軽くゆっくりつなぐってことか。200が30切り32でいいんじゃない？48だったら32切り15115いいかな。いいよ。ヨシキさんって111秒9で走ったけど、でもやっぱりホームが一番いいのはやっぱその長距離走ってる時のジョギングのホームとか、ホームコントロール的な感じで。そうそうそう、だからそこの境界線ってあんまりヨシキさんの中でちゃんとできてないところあると思うから、ジョギング寄りじゃないけど高速ジョギングしてきてください。高速ジョギングの気持ちで。そうそうそう。いやマジでダサくない？だって最初周辺にさ「この設定でいいの？」とか言っていざ自分やるってなったら設定落としてクソダセーな。ダッシュで行こうぜ。あ、いいねいいね、そう、こんぐらい窮屈に走っていけると、うんうん、ピッチもねゆったりするあれよりこうやって刻んでいった方がいいかなと思います。ちょっと俺も48がどういう感じなのかもね正直わかんないから何とも言えないところにあるんだけど、わっ小学生出たな、お前らまた煽るか。はい、嘘です。小学生に優しくいきましょうね。さあ、ラスト 100m を切っていかがでしょうか。ああ、でもブレてないからな、ほんとね、いいんじゃない、良さそう。はい、ゴール。48秒4。おお、いいじゃん。時間時計見てない。おお、すげえ、ナイスペース。ホームも崩れてなかったし、なんかあんぐらいね、ほんと刻むぐらいがいいと思う。うん、で1分で戻って200と。早く行け、ほら。なかなかや。さ、そう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 、高速ジョギング、いいねいいねいいね。あ、いいね。800もねこのペースでいけるぐらいの、このフォームで、いけるぐらいの感じじゃないと、やっぱ16ぐらいで、うん、いいな。ちょっと何、俺多分何も話、いや、めちゃ、タイムいくつ？31秒5。おお、めちゃいいよ。だから800ね、そのフォームじゃないとね、ダメだよ。このフォームが理想だよ。スパイクアクションできなくなる。そうだね、引っかえちゃうもんね。めっちゃいいぞ今の動き、あの足の軌道は。だ、変な間つけないで今の感じでね、はい、そうそうそう、増した増した増した、めっちゃいいよ、めっちゃいい。ダッシュで行こうぜ。どう、いいんじゃない？ほら、いいかも。いいね、いいじゃない。やっぱ足の軌道いいな、羨ましいわ。タイムばっか気にすると割とホームに意識がいかなくて、設定は設けたんですけど、設定はちょっと破ってもいいから、ホーム重視やったことによってめっちゃいいリズムで走れた、うん、去年の800の練習振り返りながらちょっと走ったんですけど、このフォーム意識、設定よりもフォーム重視意識の感覚なかったなと。うん、なんか45ギリみたいな感じでね、うん、何が何でも45切ってこなきゃいけない、うんうん、そればっかりにとらわれるのもこういう日もあってもいいのかなって。そうだね、大事だね。めちゃくちゃ良かったもんね。ピッチ刻んでるのに余裕があるんだよね。あ、うん、その感覚というか、うん、ガチガチになると絶対意味ないと思って、うん、設定が無理なら無理で絶対自分のどこかに余裕を持った走りっていうのが、まあ中距離も長距離もすごい大事だなって思ってるんで、うん、今日それができたかもしれない。あれ、よしきさん今日一応僕の練習動画最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に、さようなら。あ、こっちだ。